どうもこんにちは、今回はですねフェニーズというところの焚き火台とですねファイヤーブラスター兼トング、こちらをご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。パーツなんですけれども今ねちょっと袋から出しちゃってますが、こういったね付属の袋がついてます。まずはこちら、こちらがスタンドになってます。そして薪を置くメッシュがありまして、ここにはねカラビナが4つついてます。鉄製のカラビナが4つと、でそれと物が置けるようになっているスタンドとですねこちらはですねトライポッド代わりになる、支柱になってます。それとですね吊り下げ用のチェーン、こちらがねセットになってます。これはねもう単純にね足を広げればいいだけです。なので何も難しいことはないですね。足を広げました。足を広げたら今度はねカラビナをここにセットしていきます。はい、これでね焚き火台部分はできました。次はトライポッド部分、これもね好きなように組み立てればいいんですけど3箇所の足に挟み込むという形になっています。で挟み込んだらですねこのネジ部分ですね、ネジ部分を締めると、でこれで外れなくなります。そしてですね、まあ、ちょうどいいぐらいのところにチェーンをかけてこちらのスタンドも好きなように置いときます。この辺でいいかな。で今回ですね一緒に使っていくのがこちらのブラスタートングと呼ばれるものなんですけれども、見た目はねトングですよね、普通のトング、見た目は普通のトングなんですが、ちょっとね工夫がありまして、まずここ、これが閉まった状態なんですがここを緩めると先っぽが開きます。これだけ開いた状態になります。でこれだけだとねまあまあっていう感じなんですが、ここがねファイヤーブラスターになってるんですよ。ここから息を吹くとここから出てくるっていうね、そういったねちょっとなかなかない作りになってます。でこれのいいところは普通ファイヤーブラスターってそのまま口をつけるじゃないですか、口をつけるんだけど、実際にねここに口をつけずに空気を送り込むことができます。なので例えば家族と行った時とかにですね、口をつけたらもうやりたくないとか言われることもありません。で僕は何て呼べるのかい、ラッパ銃って呼べるよね、
はい、ということで田舎ぜんざいの出来上がりです。ですね、あのそこの右側の小屋です。はい。ということで今回はフェニーズのユナイテッドボンファイアブラスタートングをご紹介してみました。なかなか見ないタイプの焚き火台と、あとは特許を取ってる実用的な、ファイヤーブラスター兼トング、どちらもですねめちゃめちゃ存在感がある品だと思いますので、人とあんまり被りたくないとかですね、ちょっとかっこいいものを使ってみたいという方にもぴったりなんじゃないかなと思います。概要欄の方に URL を貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。それでは